の愛知です。今回はですね、今日から新しい動画のシリーズが始まるんですけども、その内容が高校受験対策の歴史です。歴史が新しく始まります。で、まあそちらのガイダンスの動画になるので、もしね、実際使ってみようかなとか、ちょっと興味があるなんていう方は、ぜひ一回この動画一回ね、目を通してみてください。ではまず使い方から説明していきます。で、他の数学とか理科の高校受験対策、そちらをね、使っていただいている方はもう馴染みがあると思うんですが、まず最初に問題がこうアップで映ります。で、これは、模試とか実際のまあ受験本番のね、過去問とかで、まあ実際出された問題からいろいろピックアップして使ってる問題だと思ってください。だから他の動画に比べるとかなり実践的な問題となります。で、ここで一回動画止めていただいて、まあね、動画問題解いてもらって、で、あとの解説を聞くという形でぜひ取り組んでもらえると嬉しいです。そして、こっからは動画の内容というか、こちら側の事情をちょっとね、皆さんに伝えなきゃいけないことがありまして、よく歴史の問題、まあ模試とか、あと実力テストとかでもそうですけど、問題に、その人物の、写真とか、まあ、戦っているところの絵とか、結構出てきません？ありますよね。で、ここ、がっつり著作権でアウトなんで、動画で使うことができません。ここは。だから、自分のこの歴史の動画シリーズに関しては、こういうのが、こういうのを使わないと出せない問題は全部カットするので、そういった意味で、まあ、これからね、シリーズどれだけ更新するかはわからないんですけど、あれ、そういうのねえな、そういえば、みたいな感じることがあるかもしれないんですが、そこまずご容赦ください。で、もう一点が、歴史のね、出されるときに、例えば、ホニャララ時代、A の時代について、まあ、文章は書いてありますと、こういうことがありましたよ、と、みたいな。まあ、穴埋めがあったりとかね。で、B の時代、こう、じゃ誰々が、ホニャララみたいな、こうね、文章がいっぱい書いてあると。で、丸一番、みたいな。その、文章の中の、下線部1、まあ、線が引いてあってね。一番は、下線部1について、ホニャララみたいな。出題のされ方が結構多いんですね、歴史っていうのは。で、これこのまんま出したいところなんですけど、こっちも書いてしまうとですね、その動画の最初のね、問題書くその量が決まってるので、その紙のね、だから1個の動画で紹介できる問題数が 1,2 問とかで下手するとなってしまうんですよ。それは非常に嫌なので、個人的にはやっぱり5最低5問は入れたいなっていう、ちょっとね、勝手なこだわりがあるんですけど、なので、今回こういう、もしね、もちろんカットしたら問題とか伝わらなくなった場合はカットしないんですけど、カットしてもいい場合は、その線が引いてあるところの文章を、そのままここに当てはめてしまって、これを書かずに、そのね、文章を持ってきて、ホニャララについてこうこうこう、みたいな質問をして、こっちを見ることはないんですけど、問題の意図としては変わらないっていう。ただ、出題のされ方が、そのみんながよく触れる問題の出され方とちょっと違うので、この写真と絵がなかったりとか、こういう資料があまり出てこないっていう問題の出され方になるんですが、まあそれでもいいよって、それでもね、ちょっと勉強に使ってみたいと思う方は、ぜひ受験勉強のお供に使ってみてください。で、これは、まあ最初やってって、そのなんか必要なければ消してしまおう、なくしてしまおうと思ってるんですけど、まあ例えば最初の第1弾は6問問題があるんですけど、1番の問題、まあ答え書きますよね。まあ答え書くとか上にあるんですけど、書いて、で、まあ、軽く解説するじゃないですか。で、例えば、そこの場所の復習をしたい場合は、本編の動画の、ナンバー、例えば45番の動画がその辺の勉強になるんで、復習で使ってね、みたいな紹介をしようと思います。一問でね、この問題ができた、できないっていうのも大事なんですけど、じゃあその、できなかったところ、結構ね、ごっそり抜けちゃってる場合もあるので、じゃあその近辺の勉強がね、しっかり復習できたら、きっと伸びると。そんで伸びやすくなると思うので、そういった紹介もしていきます、動画の。で、その動画は本編の歴史、このシリーズとは別のシリーズになるので、一個一個の動画の最後、エンディングですね。エンディングの一応左下のところに再生リストとして貼っておこうと思います。で、そこからちょっと探していただく手間はかけてしまうんですけど、まあそれも最初の方はやっていこうと思いますので、よかったらぜひね、まあ使い方は様々だと思うんですが、その人その人にとってね。思うんですが、もしね、まあその辺も復習使ってみようかなと思う方は、そこも含めて使ってもらえたら嬉しいです。では、この動画の最後にね、第1弾、歴史1のね、動画貼っておきますので、ぜひ使ってみてください。では、今回はガイダンスでした。以上です。ありがとうございました。